録にございますけれども、この小引き歌、屋久島に小引き歌があるのはですね、あの宮崎の方から、九州がこう割って、東側の方をこうずっと伝ってくる船に乗って、小引きさんたちが屋久島の山にやってこられて、そこで仕事しながら歌ってたんじゃないかなという話です。いやーれ小引きさんたちは山か山に花の都やえんがない9時ぐらいまでかな、やろうかなと思ってるんですけど、最初僕のこの屋久島の歌をやって、その後8時ちょい前ぐらいかな、弥生さんのコーナーがあって、で8時半ぐらいかなから屋久島のお話という感じで進めていきたいと思います。多少ちょっと時間前後したらごめんなさいね。そうそう、後でコッティ・コトミの出演のコーナーもございます。8時よりは前に始めるだろうと思う。何ですか？8時よりは前に始める。弥生さんのコーナー、8時より前に。8時半は過ぎるけど。ああ、そうですか。僕じゃあこれ、あれ、7時半までやろうかな、歌をね。7時35分ぐらいまでやって。45分くらいかな。そうね。僕が7時半か半15分ぐらいまでやって、45分、7時45分から弥生さんのコーナーってことにしとこうか。うん、で、あと30分ぐらい。そしたら8時5分で弥生さんのコーナーが終わって、8時半ぐらいから屋久島の古いに、お話か、山とか里とかのお話のコーナーと、こんな感じ、うん、多分。はい、マスクは何ですか？あ、
これマスクで気をつけてますってことアピールをしてるんで、おかしいから外した方がいい。意味ないじゃん。まあ意味ないけどさ、あのいつでもこうチャットもできますよっていうこのさっきあのアマゾンを見てたらマスクストラップとかっていうのが今あるんですね。このマスクってさ耳が痛くなるでしょ、こうね耳が。この後ろでこう止めるような、耳にかけないで後ろで止めるようなこうグッズがあって、それを探してたんですけど、それはねマスクバンドっていうんだね。乳バンドみたいだよね、マスクバンドっていう。ほんであのマスクストラップっていうのはですよ、ここにこう引っ掛けていて、あの老眼鏡をこうよくここにこうあの紐つけてる人いるじゃないですか、あれみたいな感じで、あのマスクにここ紐をつけといて、こうサッと外して、まあ、食べたりとかしてすぐにまたサッとこう外つけられるようにっていうものをマスクストラップというそうですが、こういうのってきっとね、このマスク文化がこう広がっていくにつれて、いろんな言葉とか名前とかができてきて、新しいカルチャーですよね。ヤックでカルチャー、じゃあ次はどうしようかな。この辺行っとこうかな、にやがりの曲を先にちょっとやっつけちゃおうかな。あ、これしよう、これしよう。1月にあるですね、神社の大祭で踊られる踊り歌なんですけれども、歌の歌詞の中に、沖縄那覇の地名が出てきたりですとか、沖縄っぽいこう発音で、歌う歌詞が出てきたりとか、あの南の南方の匂いがこう感じられる、曲でございます。
後に線香をなんかちょっとどっかにやってもらえない？はいはい、すんません。あ、ごめんね、ありがとう、すんません。そこで母ちゃんと通信するとかすごい気になるんだけど、そう、やめてほしい、やめてくんない？なんか用があったらあっちに行ってちょっとやって。ではですね、今は今のが湯泊まりの笠踊り歌で、屋久島のですね南の方の歌なんですけれども、次は宮之浦の歌をやります。宮之浦、ここ今ここの、カフェ月子さんというですねカフェなんですけれども、ここがあるのも宮之浦、僕らが住んでるのも、宮之浦という町なんですけれども、宮之浦は屋久島の村の中でも、集落の中でも割と古い集落で、薩摩藩が治めている時代もですね、代官屋敷があったり、代官屋敷がその後警察署になったり、そんな感じのところですね。お宮があるので宮の浦ですね、薬神社というお宮があります。でここの子守歌をお聴きいただきます。そんなこと言えちゃうぐらい仲が良かったんじゃないのみたいな感じで書いてあってですね、その子供と親の距離の近さがここに出てるんじゃないのっていうふうに書いてあったのもありますけど、僕らがこう見るとちょっと怖いななんて思ったりもするんですけれども、怖くて寝れない、怖くて寝れない、コルティがこう言われたら、コルティ言われたらどうする、寝れなくなっちゃうと、いや、もう大きいから大丈夫です。ああ、ちっちゃかったら、3歳のコッティが
サメの餌にしちゃうよなんて言ったら怖くて寝れなくなっちゃう。むしろ起きちゃう。パチッと。ちょっと起きてみるんじゃないか。みたいになる。サメの中から眠れるの？寝るもんかみたいになる。うん。そんなに言われて寝るもんかみたいな。むしろ寝ないよね。これは子守歌というふうに言われて伝わってる宮野浦の子守歌でした。じゃあ子守歌シリーズで長田の子守歌やろうかな。
踊り歌ですですね、新盆のうちの庭でやったりもしますし、神社お寺でやったりもします。何曲だったか、4曲か5曲の組曲みたいになってて、その中の一部ですね。これもですね、沖縄からの影響が色濃く残る曲の一つです。ここの水はですよ、この大和、つまり内地までこう響き渡るくらいに、いい感じの水ですよと。で、この3番に出てくるのが、朝寝して起きてよ、さあさあ、あ、手水鉢見ればいいよと。手水鉢は手水の鉢ですよね、この、庭かなんかにね、あったりするのかな、こう石でできてたりするんでしょうかね。この手水鉢見ればよっていう、こう全体に水をテーマにした曲に僕は感じるんですな。屋久島によくこう似合ってる歌だなと思うんですけど、それとね、こう南方とのつながりだったりとか、人の行き来があって、歌が南から来たり北から来たり、それが屋久島で出会って、それをこう育んで、屋久島の水によって育んで、人と人の手から人の手へ渡って今に伝わってきてるっていう感じがしてですね、僕は非常にこういいなぁ、ロマンだなぁと思ったりする次第でございます、これ。はい、おテンダーでした。そろそろ30分になるかな。あと1曲にしようかな。あと1曲やるとしたらどれをやる。今日はね、10曲ぐらいこの用意してきたんですけど、どれをやろうかなっていうのをこう考えながら、やってみようかな。いつもは割とこう曲順とかをきちんとこう考えて持ってきたりするんですけど、その場で考えながらやるってどんな感じかなと、DJ みたいなね、気分かなと思ってやってます。何ですか、こっち。何も。何か、いや、聞きたい曲とかありますか、リクエストとか。いや、別にないですか。ピアノしてるだけ。あ、何、松バンダ。松バンダ聞きたい。ああ、そうですか。やっぱこれやらんと始まらないよね。そういう意味じゃないですか。松本で一緒に歌いますか。一緒に歌って、こっち出てくる。この今せっかく浴衣を着たから、世界の皆さんに見ていただいたら、ちょっとご飯食べるときはちょっと上の方にとかしとこうかなと思って。
立っててこう、だからいいじゃないですか。立てると僕とこう頭の高さが同じくらいでしょ。一番最後。